こんばんは、しおちゃんのお時間です。イカは食用になる種類が多く、日本の食卓でもおなじみですが、現在市場に出回っているものはすべて天然で、養殖のものは商業化されていません。それではなぜ養殖のイカを食べることができないのでしょうか。そこで今回はイカの生態を見ていくとともに、養殖が難しい理由を解説していきます。しおちゃんでは生物について解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。まずイカの養殖が難しい理由の一つとして餌の問題が挙げられます。イカは頭足類と呼ばれるグループに属する軟体動物です。彼らは一般的に肉食ハンターであり、魚類や甲殻類などを餌とし、一部の種を除くと基本的に生き餌しか食べません。さらにイカは特定の餌を好み、その食性は非常に複雑でもあります。ケンブリッジ大学心理学部の研究チームは、実験を通してイカは将来を予測して採事行動を最適化することができるということを発見しています。ヨーロッパに広く分布するヨーロッパコウイカはエビを好むことが分かっています。研究チームはこのヨーロッパコウイカに昼はカニを、夜はエビを与え続けました。すると昼に食べるカニの量が明らかに少なくなりました。夜に必ずエビがもらえることに気づいたイカたちは、昼に食べるカニの量を減らしたのです。このことから、イカは好物を得るためにそれほど好きでない餌を我慢する自制心を持っていることが分かります。このようにイカは知能が高く、餌の好みにうるさいのです。このため餌も生きた生物などから選ぶことになりますが、継続的な入手は困難で、餌の確保にコストがかかってしまいます。またどんなに頑張っても殺せないタコとは違い、イカは環境にとても敏感です。広い海の生活に慣れているイカは、水槽に入れるとすぐに反応が悪くなります。彼らは水流に敏感であり、飼育には特定の水流条件を必要とします。さらに水質にも敏感で、適切な水質管理が必要です。水質が合わないと様々な病気や感染症にかかりやすくなります。そして特定の温度範囲を好み、アオリイカだと海水温が20度を下回ると急激に弱まって餌を食べなくなり、15度以下だとほとんどが死んでしまいます。次にイカの養殖が難しい理由として、イカは攻撃的であることが挙げられます。彼らを同じ水槽内で他の個体と一緒に飼育することは難しく、共食いをしてしまう場合もあるのです。イカの多くは吸い込んだ海水を勢いよく吹き出し、ロケットのように泳ぎます。イカの頭の上についているキノコのような部分は外頭膜と呼ばれており、この外頭膜の下部は隙間が開いていて、中に水を吸い込むことができます。そしてその反対側にはロートと呼ばれる小さな穴があり、外頭膜とつながっています。イカは外頭膜から水を吸ってロートから吐き出すことにより得られる推進力で泳いでいるのです。また外頭膜を収縮させ、ヒレを使うことによって前後に自在に体を動かすこともできています。イカの先祖はもともと若いでしたが、彼らは貝殻という重い鎧を脱ぎ捨てて早く動く方を選んだのです。イカの中には時速40キロ以上を出すことができる種もあり、このジェット推進で水面から飛び出すこともできます。そんなイカは臆病で神経質な種が多く、ちょっとしたことでも驚き、小さな水槽だと高速で遊泳した際にガラスにぶつかって死んでしまうことが多いと言われています。またスルメイカなどの後ろ向きに高速で泳ぐ種も水槽にぶつかってしまいやすいのです。イカの繁殖サイクルは複雑であり、飼育者がそれを再現することは困難です。イカの繁殖行動は他の動物とは異なり、交接と呼ばれます。交接ではオスはメスの体表面に精子のカプセルを付着させるために特殊化した腕を使います。その後メスは卵を産みますが、産卵後死んでしまうことがあります。そもそもイカは一般的に短命だと言われています。アオリイカやヤリイカ、スルメイカ、コウイカ、ソデイカなどは全て寿命が1年前後ほどです。オーストリアの動物行動学者であり、近代動物行動学を確立したコンラート・ローレンツは刷り込みの研究者としても知られており、ノーベル生理学・医学賞を受賞しています。そんな彼は1973年にイカは人工的な飼育ができないゆえと野生物である、
と発言しています。その後1975年に日本人の松本源がヤリイカの飼育に成功したことを知った時は、来日して実際にイカが水槽内で生きている様を1週間見届けるまで信じなかったといいます。この時その水槽は全ての水産生物の未来を変えるとも評しています。このように飼育自体が非常に難しいイカですが、沖縄科学技術大学院大学の研究チームはアオリイカの養殖システムを初めて開発しました。アオリイカはヤリイカかアオリイカ属に属し、日本沿岸に分布するイカとしては大型の部類で、大きいものでは 50cm 以上、重さは 6kg 以上に達します。食用や釣りの対象として人気があり、1kg 5,000円を超えることもある高級食材です。アオリイカの養殖に向けた取り組みは60年間行われてきましたが、これまで何の成果も得られませんでした。何の成果も得られませんでした。しかし今回の開発によって、特に産卵と孵化に適した条件を整えることに重点を置き、アオリイカを誕生から繁殖まで飼育するという非常に困難な課題を達成しました。多くの場合養殖では人工海水が使われます。この人工海水は真水に塩化ナトリウムなどの塩分を加えたもので、海から離れた場所でも魚などを養殖することができるほか、雑菌などが入りにくいメリットがあります。しかし研究チームは研究所の近くの海水をそのまま飼育水槽に飲水することにしました。これは飼育しているアオリイカが近くの海で獲れたもののため、天然の生息環境に近づけることでストレスを軽減させるのが狙いでした。また人工海水に比べて温度管理がほとんど必要でないため、コストも大幅に削減することができました。さらに空腹の時を見計らって餌を与えることにしたり、孵化後から生きていない餌に慣れさせたりすることで、成長後も好き嫌いなく食べさせることに成功しました。そしてストレスを軽減させるために、イカの体長が大きくなるのに合わせて水槽の大きさを3段階に変化させました。その結果数パーセント程度だったアオリイカの孵化後90日まで生き残る割合は 90% 以上に上昇しました。こうして10世代にわたって安定して増やすことができたのです。今後研究チームはコスト削減や大規模な養殖場の確保などにより商業化することを視野に入れています。水産研究教育機構が公表した資源評価によると、イカの資源量は秋生まれが98年に166万トン、冬生まれが96年に103万9千トンだったそうです。しかし2020年にはそれぞれ70万8千トンと16万6千トンまで減少しています。そのため今後養殖のイカが商業化され一般の食卓に並ぶことが期待されます。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。